名古屋で活動中のダンスオイケタラアイドル夫。夫は2023年7月末3周年ワンマンライブを控えている。3年という節目、そのワンマンライブに向けて自分たちのパフォーマンスをどれだけよくできるか、夫全員の課題だった。大丈夫、いい感じ？全然ダメ。自分の姿を鏡で見て全然ダメ、そうつぶやいたのは八橋レオン。メンバーで一番身長が小さい八橋レオン君は、他のメンバーに比べ小さな体を持った自分、ステージの上では誰よりも大きく踊ることが目標だった。ダメな感じメンバー同士で振りの確認、細かいところまで合わせていく。3人上だよね、うん、他で3人だけ。現メンバーは5人、5人全員の音程を合わせて歌い切る。それがどれほど難しいか自分たちが一番分かっていた。音の微調節を重ねていく、何度も何度も。歌が得意ではないメンバーがもう一人、八雲優だ。音を聞きながら紙に音程を書き込み、そして体に、脳みそに刻んでいく。ステージの上でキラキラと光るアイドル、その裏にいるのは5人の人間だった。まだ汁すぼんでる。なんかケツ語尾の後なんかシュッて消えるやつまだ治ってないから、もう一回やろう。歌のところ互いに指摘し合い、互いに高め合う。楽しいことばかりではない、苛立ちや悲しみも伴うのだ。ありがとうね、ゆか。あのさ、練習してるけど、なんか思ってることあるやん、絶対。いや、別にないけど。いや、ついさっきより悪くなってな、なんで？だから練習をして今ここに立ってるんだから。いや、だから何日なん、あとワンマンまで。3日だけど、何？やばいって、マジで。いい状態だと思って立ってるのに、そんなこと言われたらやる気なくすけど。いや、これでもさ、なんか何回もずっと直したいって言ってたやん。でも直すために練習してたやん、今。何で止めさせたん？いや、でも1回目より絶対悪かったやん。意味がわからん。うざい、黙れよ、本当に。でっけえな。ちび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 。なんでっけえ。ちびな、お前マジで。お前ならうまいな、料理をな作ってるから。お前。太ってきてんだよ。美味しそうに食うんじゃねえよ、ふざけんなよ、お前。練習再開しよう。やめろな。やろう、続き。よし、やるぞ。困難を乗り越えてまた一歩成長した夫。今回のワンマンライブで一曲、新曲を発表することになっている。その一曲にどれだけ自分たちの魂を込められるか。ありがとうという言葉じゃ伝わりきらないほどの感謝。ライブで、パフォーマンスで、みんなに全力で届けたい。これは夫の恩返しなのだ。3周年を迎えてみて、なんかこんなに、なんかなんて言うんだろう、3年間いろんなことをさせてもらえて、でもこんだけ積み上げた思い出が3年分なんだなって感じ。逆にこんなに詰まってていいのかなってぐらいとても幸せです。最初のワンマン楽しむよ。ワンマンでは僕たちと出会った方々、会場に来てくれたみんなにありがとうを伝えたいです。感謝しかないので、それが伝わったらいいなって思います。いや、さっき3周年迎えてみたいな、そういうのが良くて、そういうのが良くて、いや、違くて、いや、暗いです。あ、はい。
あ、お茶の話ね、お茶の話だったね。あの何回か聞かれてるんですけど、僕はあのアシタカ茶っていう静岡県のあの富士山の麓の方で採れるアシタカ茶っていうお茶が僕は一番おすすめですね。あの甘みがあってとても美味しいです。本当にお湯で出しても甘いっていうのはなかなか珍しいと思います。水出しのお茶だとなんかいろいろ渋みが取れてね、甘くなるっていう話を聞くんですけど、僕まだやったことがなくて、渋めのお茶が好きだったら、はい、ワンマンの意気込み、そうですね、もう自分も前入った2周年ワンマンの時はあの入って1ヶ月だったんですよ。入って1ヶ月だったからもうガチでもう右も左も分かんないみたいな、そういう感じで、でも今なんで、え、なんで、なんでもう分からん、なんで出して、早く、ちょっとなんで出してくれ、なんで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 、何これ、ゆうくん、ガム派やん。あとミンティアとか、うん、ハイチュウ、ハイチュウ食べてんの今、うん、口臭気にしてんのに。いやでもこれでもできるから、なんで違う、なんで、なんで、ハイチュウ、危ないか、ほらミンティアもらってたよな、ミンティア、ミンティア派、ミンティア派、これはハイチュウだな、やめてー、うるせえ、真っ白は黙ってろ、わー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 。終わったね。アビスの後が映像やんな。全部終わった？じゃあ終わったと思いますよ。アビスまで。あ、違うじゃないなんか。まずパンツの方ある。パンツ。フェイドルから仕方ないでしょ。結構新曲めっちゃ緊張するわ。ねえ。うん、でもなんか着替えてるのなんかゲネプロって感じですね。ゲネプロ。初。ゲネプロ。ゲネプロって何？ゲネプロ？ゲネプロはあの一通りそう衣装そう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 衣装を着た上とか、うん、なんか本番通りやるやつ。ああ。仕方ない。これゲネプロ？やばいゲネプロ。やばい。直せる？やばいです。やばいやばいやばい。シュート衣装の上忘れたわ。衣装ないよ、ね。本番忘れんで。結構さ3年着てる、3年は着てないのかでも。2年ちょっとかな。にしては綺麗やない、ね、ボロボロとちゃいますけれど、ね、あ、みんな行きだよ、はい、行けます。でも次音楽流すよ、よろしくお願いします、お願いします。